はい、こんにちは、カズボです。ドラゴンクエスト3に続きやっていきたいと思います。前回ね、海の真ん中にある火山の洞窟行こうと思ったんですけど、まあ行けるようにはなってたんですけどね、フレイムが邪魔してて、まあ倒しても倒しても生き返るんですけど、その前にね、海底火山クリアしたら、まあ奥のね、炎の祭壇かな、なんかそこの呪いで何回もフレイムが生き返るはずだったんですけど、まあ消えたと。それでね、すごい強かったんですよね、ダンジョンの敵が。で、回復しにベラヌール戻って宿泊まったら、サマルトリアの王子が倒れてしまいまして、代わりにね、なんと、サマルトリアの王子を連れてくることができました。それで、この王女曰く、ここのね、今初めてなんですけど、エルフの、ここだ。これドラケ3じゃね、ヒヒー。これはさ、すげえ。切り株は不思議な切り口をしている。斧やノコギリとは違う何か特殊な道具で切られている。よく見ると切り株の隙間に小鳥の巣を見つけた。キランキランと。この切り株がどうとかって言ったね。毛虫が登ってきた。ロランは見なかったことにした。これさ。え？どんぐりが転がっている。ここは何でしょうか。覚えてる？目印は切り株の左の森よ。左の森？切り株の左の森って？切り株の。どういうこと？覚えてる？目印は切り株の左の森よ。切り株の。え？なんだ左の森って。あ、いけた。おや、ティア王子、お久しぶりですね。ジョーにご用ですか？はい。では、この先、北の森を抜けて、里に向かうといいでしょう。ご自宅におられるはずですよ。ご自宅。ああ、なるほど。こんにちは、ティア王子。エルフの里によく来たね。また外の話を聞かせてくれる？すげえな。まあ、ティア王子様、お会いできて嬉しいわ。ジョー様ならその屋敷にいらっしゃいますわ。お会いになればきっと喜ばれるでしょう。その屋敷？なんだここ。これはティア王女、地下の湖にご用ですかな。ですが今は他にやるべきことがあるのでは。湖は逃げませぬゆえ、今呼べることをお考えになられてはいかが。やった。なんか光ったね。ティア王女、私がここに隠れていることは内緒にしておいてね。もうお勉強ばっかりさせられてつまらないわ。私もサマルトリアに行ってみたいな。湖にある魔法の杖で人間に、あ！見つからずに行けるかしら。変化の杖だ。竜王持ってきてって言ったよね。あ、ティア王子様、どっかで姫を見かけませんですか？おろおろ。姫、まだ今日のお勉強が終わってませんよ。いたね。あった。ここから船で北東に向かうと世界樹の島があります。世界樹の葉を持っているともしもの時は安心ですよ。癒しの出会だって。どういうこと？性格あるのかな。あー、おてんば戻っちゃうね。豪傑の出会とかも欲しいけどね。これはティア様、王妃様にもよろしくお伝えください。これはティア王女、どうかされましたか？なるほど、カイン王子が呪いに。確かに我らエルフの薬には呪いを解き放つものがあります。しかし薬の材料が手元にありません。もしそれらを持ってきてくれたなら薬を調合して差し上げましょう。必要なものは2つ。世界樹の葉と神木の朝露です。マジか。どちらも世界樹で手に入るものですが、数が少なく貴重なものです。世界樹には私たちの仲間がいるはず。事情を説明すれば協力してくれることでしょう。それではお願いします。なるほどね。ここに繋がるんだ。あら、ティア王女じゃない。また来てくれて嬉しいわ。
ね、私も今度サバルトリアに遊びに行きたいわ。ぜひ連れてってちょうだいね。おー、道具屋です。わお。マジカルスカート。眠りの杖持ってないね。王女連れていかないとダメなのかな。え、この洞窟は？え？さあ王子、今度こそ試練の成果をお見せする時ですぞ。エルフたちがここに住んでいるのはきっとこの湖があるからですわ。エルフ、ああ、雨釣りの糸取ってるだって。え、行っちゃっていいかな。雨釣りの糸と、あったら、だってあれ作れるでしょ、水の羽衣。え、待って、世界人もそうなんだけど、変化の杖とかもさ、なんかあるっぽいよね。雨釣りの糸。こんなとこにあった。この洞窟の地下には、体力や気力を回復してくれる聖なる泉があるのです。その癒しの魔力が雨釣りの糸を生み出すということですよ。泉の周りにある柱の下を調べてみな、探してみなされ。運が良ければ見つかるでしょう。マジか。敵は？どうなんだろう。デスフラッターが出てる。なんかいける感じだね。こんなとこにあんだ、雨釣りの糸。世界中あったもんね。世界中の半のとこダンジョンになってたんですよ。で、登れるようになってたから、今回ここやって終わろう。なんか王女さ、武闘派だよね。強いよね。あのアリーナと一緒だね。すげえ強いんだけど出してもらえない。あ、ちょっと弱いかもね、ここね。行っちゃった方がいいかも。これ、ノアニールのダンジョンじゃ。ってことは途中に回復あるからね。もっと早く来てもよかったんかもね。こっち多分、階段があってさっきのとこ出るから、途中に階段、宝箱あると思うんですよね。これ72枚目、奇跡の剣になればだいぶ違うね。ね、ここもっと早く来れたんかな。あ待て、あ、柱ってあそこのこと言ってた。やったやったぜ。毒ってこれ何ないか。雨釣りの糸手に入れたね。あと聖なる織機がザハンにあって取ったから、これで水の羽衣が作れると思う。
敵弱くて助かったね。どうしたっけこれ。火炎ムカデっていうのが出てきて、そっちの方が強かったもんね。で、変幻の杖取って、竜王のとこ行けばいいのか、じゃあ。多分、変幻の杖だよ。あ、パワーナックル。買った。買ったし。お姫様別に、パワーナックルじゃなくてもいいけど、まあいいや。呪文使ったりするもんね。だから、盾装備して杖とかでもいいけどね。MP も、あ、でも99か。毒イモムシ勇者だね。一人で攻めてきて。お、魔女。141。村が半端じゃねえ。あ、違う。キランティオね。いいんだよ、売ってたね、これもね。まあ、買わなくてもここで手に入ります。いやー、素晴らしくうざいですね。大ガラスって合ってないよね、そういうのね。ここ多分階段。おっと。黒装束。世界樹の、まあ、木のところも、まあ、なんかあるんですよね。あそこもダンジョンだから、まあ、次回行こう。やった。
じゃあ、アマツイの糸と、変幻の杖のイベントだけやっちゃおうか。お、メダパに覚えた。何が使えんね、使えんね。ちょっと行く前にさ、エルの里行けんだ。セーブしたいんですよ、まずね。商人が今4人いるけどね、まあこれももうちょっと957で、まあ上がるっちゃ上がりますね。寄り道だけど、まだ次回も寄り道だよね。寄り道っていうか、あれ宿屋泊まんなかったら起こんないイベントだよね、これ絶対ね。これってなんかあんのかな。お、それは変化ですよ。よくやったぞ、ロライニュー。よくわかったな。それをわしに譲ってくれれば、わしの宝をそなたにくれてやろう。どうじゃ、いいえ。そうか、嫌か。お前は意外と心の狭いやつだな。では、もう何も言わんで行くがよい。え？性格変わってないよね。心の狭いやつ。あ、ロマンチストだね。まあいいや。え、なんか使えるとかないよね。お、譲ってくれるか。それでは、わしら竜の宝である光の玉を食いてやろう。光の玉。ゾーマとかいいのかな。わはは、さすがロランは物の価値がわかるやつよ。光の玉ってこれなんだ。どんな効果があるのかよくわからないな。試しに使ってみたらどう？使ってみたらどう？あ、間違えた。使おうとしてるのに。静かな光を放ってる。え？で使ったらどうなの。まあ交換するの多分いつでもいいよね、あれね。静寂の玉の効果かな、もしかして。変幻の杖ないといけないとかないよな、期間限定。光の玉を取るために必要なんか後でありそうだけどね。あと、鉄板。いつまで変幻かかってんだろうね。この変幻の杖ないからね。若いの道具を揃えてきたな。どうしてもこの足に仕事をさせたいらしい。よし、水の羽衣を折って信じよう。しかし時間がかかるぞ。日を改めて取りに来るがよ。いいのかな、変幻の杖は。いいのかな。これじゃダメ。戦闘回数とかさ、一応念のため出るか、出て入ってみようか。お、いいところに来た。今ちょうど出来上がったところじゃ。ほれ、これが水の羽衣じゃ。大事にしてくれよ。やったぜ、やった。このわしが精魂込めて折った羽衣じゃ、きっと役に立つじゃろうて。調子はどうかね。ああ、いいね。やっぱり光の玉の魔物がいいのかな。一応変幻の杖持っといてもいいけど大丈夫かな。変幻の杖じゃないといけないとかないよね。データ分けといた方がいいのか。まあいいや、大丈夫だ。なんとか大丈夫だと思う。3番目のデータ取っとけばいいよね。結構近いからね。
はい、ということで今回これ終わりたいと思います。じゃあ次回世界中だね、そこの前まで進めときます。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。